ダメだ。はい、ということで始まりましたシャカベースチャンネル。いつもご視聴本当にありがとうございます。ありがとうございます。僕、神と人間のハーフ、その名もシャカです。石川県真岡の牧場育ち、マックス・ブライです。よいしょ。僕の大好きなマックス村井さんに来ていただきました。まさかこんなところにお邪魔できるとは思っておりません。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。今回なんですけども、はいはいはい、クイズ対決したいなと思います。クイズ対決ですか。はい、僕はね、村井さんの動画をね欠かさず見てますから。えということで、はい、マックス村井さんの過去1年の動画の中からクイズ形式で出していて、どっちが勝つのかと罰ゲームなんですけど、はい、こちらになります。ドン。負けた方がデスソースを。万が一デスソースを食らうことになったとしたら、はい、もう地獄行きですよ。地獄行きですよ、間違いなく。僕がねクイズを作ると、まあ、僕が有利になってしまうじゃない。もちろんです。なのでちゃんと作っていただいた方がいます。はい、アニマルズチャンネルの飯島さんです。よろしくお願いします。こんなところでも、はい、どうもありがとうございます。まありがとうございます。ありがとうございます。早速いきましょう。はい、第1問。デュデン。タピオカミルクティーの中身を全部タピオカにしてみた結果問題。ドッキリシミュレーション。ドッキリシミュレーション通りにいかなかったことが起きました、うん、それは何でしょう。早速、はい、早速書いてください。村井さん、村井さん1問目です。もうカウントダウンしてますからね。悲しい顔してます。はい、タピオカが吸えなかった。タピオカがストローに詰まった。あ、これじゃ一緒ですね、ほとんどね。ですよね、一緒だと思う。正解、タピオカがストローに詰まった。いやいや、正解ですね。お互い、ありがとうございます。優しいスタートということでしょうか。簡単でしたね。はい、結構悩んでましたけど、ね、結構悩んでましたね。2問目いきたい。はい、タピオカミルクティーの中身を業務用豚骨スープに入れ替えるドッキリな問題。豚骨スープに入っているタピオカが思いのほか美味しくて、3人が声を揃えて言ったセリフは。意外といける。ワンチャン流行る。おお、ちょっと思い出した。答え、ワンチャン流行る。イエーイ。すごくないですか、はい、すごくないですか。本当にすごくないですか。嘘。3問目、絶対に勝てないポーカーが面白すぎる、うん、ドッキリがですね、うん、はい、問題。まだドッキリと気づいてない序盤に4連勝したリオナリ君に村井さんが言った一言は。リオナリ、お前なめんなよ。本場のカジノ行けよ。答え、本場のカジノ行ってこいよ。うわやばー、最高。4問目、はい、かかってきたら死ぬ電話番号から電話がかかってきた、うん、問題。かかってきたら死ぬ電話番号はある殺人事件の被害者の電話番号という設定でしたが、その事件の名前は。キリドー事件。キリドー事件。正解、キリドー事件。やばい、これ覚えやすい、ね、覚えやすいですね。一回読むとね、キリドキリドキリドドッキドキリって読めるとね。そんな流れだったんですか。はい、本人じゃん。当事者ですよ、ね、村井さん。コーヒーが徐々に増えて、うん、飲んでも減らないドッキリ、うん、問題。ずっと気づかなかった村井さんの視野をリオナリ君がある動物に例えました。その動物とは。有料ファンクラブの人たちでやるクイズ。うま、ライオン。答えはライオンでございます。途中経過ですね、5問終わって今は5対2。よっしゃ。あとこの後村井さん危なかったらリオナリ君入ってもらっても。あ、じゃあもうこちらの話逆にもう入れてもらって、今から行っちゃいましょうか。アプロープリオナリです、よろしくお願いします。リオナリです、リオナリです。6問目、はい、コーヒーをアロンアルファで机に接着した結果というドッキリをやりましたね。はい、問題。ドッキリを仕掛けられたその後最初に発した言葉は。何の手助けもできてない。いけるって。いや俺ここでここまで来てんすよ。ここまで来てんすよ。役に立たない。こっちは何もないのね。キーボードを止めなかっただけ偉いよ。おー、キーボード大事だ。待って飲んで。7問目、上司の机の中にゴキジェットをかけたらゴキブリが100匹大量出現ドッキリから。問題。ドッキリ成功に終わり、村井さんが私の私物どこ行ったのと質問した時にリオナリ君が言った回答は。あー、なるほどね。これですか。僕ね、僕ね。あ、じゃあもうそれでいきましょう。いや待て、それでいきましょう。待て、信じるな、私のこと信じる。だいぶ差があるんで、2人分の回答載せちゃってもいいですよ。あ、なるほど。僕は正解だったらね。あ、全然いいですよ。私の答え捨てましたよ。僕の答え、ちょっと何言ってるか分かんないです。
ゴキブリが食べちゃいましたよ。あーあー、なるほどなるほど、それだな。答え、ゴキブリが食べた。あーすごいな。本当にすげえ。出社したら自分の席がなくなってるドッキリよ、うん、問題、ドッキリ成功後社長が近づいてきて、さっき会社にファンレター届いてたよの後に言ったセリフは、ガチャって会社に入っていつもの席に向かったら、みんなになんか無視されたんだ。そっといじめになってきますけど、うん、私の答えから朗読しようか。僕の答え、村井ちゃんのはなかったけど、宛先が、リオナリ様、ハラミン様へとに向けて書いてあった。答え、リオナリ様、ハラミン様って釈迦さんが正解でございます。これ、なんていうか、これでもそうですね、ほぼあってます。釈迦がもうジャッジしてもいいかもしれない。これは当たり。わかった。これは僕に1ポイントってことですか。はい、そうです。ありがとう。いや、だって分けたのだよ。分けたから。分けたから。で戦ってる。ここのその村井軍団 VS 釈迦さんっていう戦いもあるけど、この中でも村井 VS 流の勝手にルール作んないです。釈迦さんのチャンネルなんで。そうしましたらですね、最後は2万ポイント。よし、すごい。これはすごい。最後の問題です。出社したら、うん、会社内で飲み会が始まってる時。あった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 。これ最近の時。はい、あったあったあった。問題、飲み飲みで飲み会に参加した体を演技していたが、突然我に返り言った一言は。これだ、すごい印象残ってるんだけど。そこか。社内でね、なかなかないですか、社内で。シミュレーションしてる、シミュレーションしてる。結局わかんねえんだろうな。なんて、おーい、これ何、これ何、あれ、はあ、答え、これ何。いやー、リオナリ君、はい、2万2ポイント、はい、そして村井さん2ポイント、はい、そして対する釈迦さんが2万9ポイントで釈迦さんの勝利。よいしょ、すごすぎる。罰ゲームの方。ナゲットをデスゾーンつけて食べる。釈迦村井さんのこと好きだし、そうそう、リオナリ君はもう尊敬してるし、戦わないと思いますけど。僕は大好きなんで書けません。おっ、じゃあ僕が、はい、僕村井さんのこと大好きなんで書けます。神と人間のハーフってことで、はい、ここ渡らせましょうか。これハーフでここで、ね、半分に分かれてるか。はい、いただきます。あれ、ん、え、大丈夫なんですか。いや誰なんですか。何なんですか。あれ、壊れた。辛いんですけど、うん、辛いんですけど、うん、あの辛いんですけど、あの、いや、辛いはダメだ。村井さん、はい、てってれー。やめろ、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 まさか、全部クイズを知っていた。正解。ちなみにこのクイズは僕が。あー、てってれー。あー、しちゃいけないということで、はい、釈迦さんですね、はい、お届けを見せてもらおうかなと。確かにズルは良くない。やります。 OK、 かけてください。じゃあ、3滴ぐらいいっときます。はい、いや、3滴やめて。すげえ、ロイルスは。申し訳なくなってきた。リオナリ君もやっとく。うん、やっとこうぞ。ほじゃあ村井さんお願いします。やば、いや、やばやばいわ。痛い痛い。人間と人間の歯、人間で。うわ、うわ、絶対辛いっすよ。いけます。すごい、すごい、すごい。ですよね。一応クイズ自分で作りましたけど、はいはい、村井さんが好きっていうことに嘘はないですもんね。そういう嘘はないです、はい。
いや、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ここでマックス村井さんとリオナリさんとコラボしましたということですけど、もう喋れませんからね。僕も今も喋れないんで、ここで動画を終わりにしたいと思います。マックス村井チャンネルですね。村井さんの動画にね、僕がドッキリをね、仕掛けたのがあります。ぜひね、概要欄からチェックしてください。見てください。ということで、次回の動画でお会いしましょう。それまで、さよならでーす。さよならでーす。バイバイ。辛い。シャクディーズ、シャカリキ、シャカシャカシャカです。シャクディーズ、お姫様たちよろしく、よろしくディーズ。シャカリキ、シャカシャカシャカです。シャクディーズ、あなたと未来仕上げてゆきたい。シャカリキ、シャカシャカシャカです。シャクディーズ、寝る前いつもよろしく、どうもディーズ。シャカリキ、シャカシャカシャカです。さよならディーズ、あなたと未来仕上げてゆきたい。シャクディーズ。